ここで本日のゲスト中村和義さんから重大発表があります。それでは中村和義さん、よろしくお願いします。1日3食ラーメン大盛りを食べていた中村和義が1日1食になりました。やったー進歩進歩、痩せた痩せた。中村和義さんです。どうもお久しぶりです。しかもですね、今日はお隣に何か不吉な不吉な方を。おやおや、おっとこの声は、おやおや、特に自分で自分で言わなきゃダメな。そりゃそうでしょうよ。すいません、岡本洋平でございます。はいはい、来ました、洋ちゃんでございますよ。おなじみですよね。おなじみですよ。ずっとね、洋ちゃんの SNS で中村和義さんと共に行動してるという。共に行動してます。また中村和義さん飲んでるみたいな、はい、そういう写真よく。なんかね、まあ、この後野毛行きます。そうです、野毛で。よかったら合流しましょうね。大体これどうでもいい話しますから。すいません、俺喋んない、もう喋んない。喋ってよ、喋ってよ。俺がゲストじゃないんだろ。ね、和義さん、ラーメン大盛り3回目だぜ、1日。そうです、そうです。そんぐらいの勢いで、多い時は。それやばいですよ。そうなんですよ。で、やばいなと思ってる時に、うちに柴犬が来たんですよ。柴犬のちっちゃい子。そうです、そうです、はいはい。柴犬を町田から連れてきまして、で、まあね、犬飼ってると、昼間に散歩しなきゃいけなかったりとかするじゃないですか。でね、柴犬走るんですよ、うん、だからもう走るとまあね、健康的にもなりますし、うん、そうするとね、せっかくシュッとしてきたのに、うん、まあ戻したくないということで。で、昼間食べると、うん、翌日のまた昼ぐらいまでに結構お腹の中のものがね、はいはい、すっきりこう、うん、いっぱいマシュマロが出てくるんですよね。じゃあ一日一食我慢して。そう、すっかり健康。でも一日一食は多分食べちゃうんですね、ラーメン。食べちゃいます。やっぱ食べなきゃ持たないということで。僕もそうなんですよ。おお、でも結構多いですよね、昼食べても食べないとか。もうほんと一日3食ラーメンでもいいですもん。で、まあ、またようちゃんがね、食わないっすよ。食わないっすよね、全然食わないっすよね。うん、イエー。大体コーヒーと酒しかやってないんじゃないですか。そうそう、大抵酒です。やってって、まあね、まあ、そうだよね。この人のすごいところはどんなに飲んでも朝すげえ早く起きるっていう。そうそう、しゃっきりしてるっていう。そうなんです。全然見えないのに。そうなんですね。でもいつも酒飲んでますよ。やっぱりじゃあツアーとかで一緒に回ってる時も大変じゃないですか。大変っていうか、もう付き物というか、なんていうんですか。もう持ち物。いや、そんなベロベロになるまでやんないっすよ。まあね、うん、まあビールをちょっと飲もうとか、うん、ライブ前にね。そろそろだからあれがいいんじゃない。ほら、アルミのさ、なんかケツに入れてるやつあんじゃん。それもう一人のギターになっちゃうな、そうすると。あ、そうなの。あ、もういるのね。そうそう、そうそう、キャラが同じじゃまずいのね。あ、なるほどね、うん、はいはい。じゃあ、そんな中村和義さん、以前お迎えしたのはね、多分百式の時だと思うんですけど。そうです、もうずいぶん前になって、はい、お会いしたかったんですが、今回海賊版、はい、リリースニューアルバム、はい、このジャケットに今お話にあった柴ちゃんが。そうです、ゴンが、ゴンちゃんがいるわけですね。ニッパー犬と並んで。ああそうだそうだ。じゃあ早速このアルバムから1曲聴かせていただきましょう。はい、曲紹介お願いします。中村和義でスカイライン。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。スカイライン、はい、ね、ニューアルバム海賊版から発売中になってますけど、うん、バンドメンバーの洋平岡本さんにもお越しいただいております。ありがとうございます、お世話になっております。いや、ありがとうございます。はい、相変わらずずっとサングラスかけてるんですよ、この人はね。そうですね、毎回その話しなくていいじゃん。だからもう恥ずかしがり屋なんですよね。なんでもそのバンドが大海賊。そうです、だからまずは、はい、ヘルマン・エンチ&ザ・ペースメーカーズ、はいはい、のみんなが、ね、川崎のイベントに数年前誘ってくれて、そのオファーが結構、はい、早かったっていうか1年ぐらい前からオファーしてくれたんですよ、こちらに。へえ、ね、そう、やっぱり結構大々的にやったやつだよね、ヘルマンのね、うん、そうそうそう、そうですね、自分らのイベントで、うん、でやっぱまあ本当に個人的に僕がすごい尊敬してた。あ、もちろん会ったこともないっすよ、うん、そうそうそう、へー、うん、でもう絶対で、そんなに、まあ失礼な話かもしれない、ライブをたくさんやってる印象がなかったから。そうそうそう、だからやっていただけるのかなと思いつつ、うん、とりあえずオファーしてみようと思って、ダメ元連絡してみようみたいな。そう、そしたら OK で、そこでじゃあ、うん、初めてお会いすることになる。んで、じゃあ飲もうかって話になって。
とりあえずのまず、まあ、手っ取り早いですよね、決起だなということになって、すごい緊張して待ってて、なんかイメージ的にこうすごい難しい人が来るのかなと、ね、中村和義会ったことない、うん、けど勝手にねオファーしてね、うん、で待ってたら、まあ終わる頃にはもう普通にただの親父同士みたいに意気投合してて、そうそうそう、なんか写真撮影とかみんなでして、そうそう、あとなんか、うん、なんか流しが来るような居酒屋でね、そうそうだそうだ、ギター持ったね懐かしい、でみんなでなんか曲合唱したりとかして肩組んで、いきなりいきなり、おー楽しくなっちゃって、そしたらもうじゃあその結構早いオファーだったんで、はい、こっち側に来てるオファーもいくつかあって、でもバンドがないからっていうことだったんですけど、じゃあ一緒にやってくれるって言ったら、うん、やってくれるっていうことになって、なんか川崎までこう、まあ、イベント出ていくみたいな感じ、そうだから本当に僕ら的には俺らでいいのみたいな、うん、いやいやいやところで、うん、でもそっからもう何年も一緒にやらせてもらって、そうだね、もうで今回この作品につながるっていう、あそう、うん、そうですよね、ずっと帯同して一緒に、うん、もう何年ぐらい、もう3、4年ぐらい、あ、うん、結構経ってるんですよ実は、早いな、そんな経つんですね、もう僕も主にライブの方を中心に活動この4年間ぐらいしてきたんで、うん、はい、だからまあもうずっとその期間はやってるっていう感じはありますね。中村和義さんとヘルマン H&ザ・ペースメーカーズってデビューの時と同じぐらいですか、中村さんのちょい早ぐらいですか、ちょい早ですね、数年早い、そうですね、うん、まあ、デビューで言ったらまあそういう感じかな、97年、もうちょっと後になりますね、うん、僕ら2000年、そうか、うん、あでもこれすごい、まだこれ話して大丈夫ですか、僕大丈夫ですよ、珍しい、え時間を気にしてる、いやだってほら主役こっち、いや何をおっしゃいます、何をそう時間気にしないで、なんかじゃあのどんぐりコロコロ流れてる、あれもうおしまいなのかとかっつっていやあるんですよ、うん、そのまあこれあちこちでも話してることなんですけども、うんうん、あの中村和義という人間がね、うん、まあ、今回 DVD にもなって金字塔っていう作品を出して、うん、まあ、何しろみんな聞いてたんですよ、うんうんうん、あの友達も、うん、そのなんか、学校の友達もね、うんうん、みんな、うん、もうこれ聞かんやつはどっか行けぐらいの勢いでみんな、うん、そんなたまにどんな圧があった一言言うからそう今言葉選んだね、うん、答え選んだね生放送だからね、公共とね今わきまえたよね、わきまえた、わきまえた、うん、いつもはそうはいかないんですけど、ね、何でも言うからね、うん、でねそんなんでね、うん、まあその金字塔っていうものを、うん、僕が当時大好きだった女の子が、うん、おまたね、うん、いい加減にしろぐらい聞いてたのあ大好きな女の子の方が聞いてた、そう、あだって俺さ悔しいから聞くわけないじゃん、中村和義なんてまたほらまたわけわかんない飲み屋のねあれじゃないんだからさいや、ね、で、うん、まあ、全然だから俺振られ続けてたわけよその子に、あうん、だけどだからその子がその金字塔をいつも聞いていたわけよ、ね、うん、はいはいはい、だから聞かないですよ中村和義なんてね、うん、当時はね、そう全然先に進まないごめんごめんMD で聞いたんですよMD で MD 懐かしい MD だったね、 MD、 MD だったよ、でそれをねなんか借りたんだよ、うん、で車で聞いてみた、したら悔しいからいいのよ、うん、俺ムカついて、うん、茅ヶ崎の海に投げたんだよねMD を MD 中村和義の金字塔の MD を海に投げたの、これその時は何ヘルマンやってた時もいやヘルマンを始めたぐらいでまだ、あでもう全然もう悔しかったんだ、もう全然あの箸に棒にもかからないような時期で、うん、さーっつって投げたんだ、投げました、うん、でもその時政治もウルフもいたって、そう一緒にいたっていう今のヘルマンのメンバーも一緒にいた、すげえ青春だったんだね、ふざけんなこんなやつって思いながら、なるほどね、それがなぜか今ね僕もラジオやり始めたら96年とか7年ぐらいで、うん、その時にだからね、あの中村和義さんと斉藤和義さんと山崎正義さんと、はあはあ、三よしはやばいって言われてましたね、ね、特集されましたからね、そうそう三よし三よしって言ってて、一番でもお会いした時に気さくでお話ししやすい方でした、まあ、下町育ちですもんね、あそれはね、そうなんです、でも、
ねえ、だからイメージって怖いなと思いますよね。うん、あ、全然喋んない人って思われてたりとか、あとともすればもうあいついねえんじゃねえかみたいな、本当は。なるほどね。うん、って言われたりとか。あ、そっか、そんなに露出もないし、ライブもやんなかったから。そうですよね。そうなんですよね。でもそのこの大海賊とやって、はい、まあ、4年ぐらい経って、うん、今回アルバムはいい具合にやっぱできましたよね。そうですね。だからまあ初めから4年もありましたからね、うん、初めからこういう作品を作ろうなんてみじも思ってなくて、うんうん、あのみんなとの出会いとか、うんうん、じゃあこういう曲にしようとかっていうのを考えながら、まあ、作って、結果これがみんなの力で出来上がったっていう。あ、やっぱ、ね、あの中村さんの中での音楽感っていうのもちょっと変化したりとかっていうのをこの4年では。うん、そうですね、やっぱ金字塔からあの、まあ、前作の体音楽っていう、はい、どっちも一人で作ったアルバムなんですけど、うんうん、まあ、あのそれでまあ一巡したっていうか一周したっていうのがあったから、僕的にもヘイマンのメンバーたちと出会う前は、うん、音楽やめても悔いないかなぐらいに思ってたんですよね。へー、うん、あ、そうなんですね。ヘイマンたちと出会って、はい、またバンドでライブやることによって、うんうん、あのまあお客さんのその状態、はい、まあ、毎回来てくれるお客さんとかもいるし、うん、なんかみんなでだから作ったアルバムっていう感じありますね。一つすごい気になるのは、え、うん、ウルフは何やってるんですか。ウルフはウルフやってますよ。この大海賊の中でもウルフはウルフをやってるんですよ。海賊でもウルフです。ヘルマンでもウルフで何もできないですから他に。ああ、そうなんだ。それもう聞くのやめてやってくださいよ、かわいそうだから。そうか。いや、もうウルフがいてくれて、もうすごくあいつにも役立ってくれてますよ。いや、僕でもこの間京浜東北線座ってたら、突然ウルフらしきやつが俺の隣に座ったんですよ。うん、ウルフっぽいなと思ってて、で、あの陽平岡本のフェイスブックに、なんかウルフらしきやつが俺の隣に座ったんだけどっつったら、なんかそっちに確認したみたいで、多分それウルフみたいな感じだった。ウルフが隣に座ってたんですよ。向こうも向こうでね、ウルフ感ゼロでしたよ。ウルフ感そうそう、私生活はね、ウルフ感ゼロなんですよ、ウルフ感全く。そうそうそう、向こうも多分隣光圀君だと思うんだけど。ああ言ってたんだ。オンとオフがね、あるんでね。あ、なるほど。和義さんのバンドでもウルフはウルフをやってるということでした、はい、ありがとうございます。あれ、この音楽は、この音楽、ほら、まあいいじゃねえかよ。なあ、お前の番組だろ。あ、すいません。今日ね、あの増やしたい、めちゃくちゃなこと言ったね。俺ね、増やしたいっつう話してるんですけど、増やしたい。中村和江さんなんか増やしたいものありますよ、はい、やっぱりね、今海賊、大海賊になって、うん、今メンバー総勢11人プラス柴犬のゴンなので、だからどこまで増えるかやってみたいなと。あ、海賊が、むしろ、まあ、メンバーはここぐらいまでかなとは思うんですけど、まあお客さんも海賊なんで、どんどんこう海賊が増えていけばいいなと。どうしてもその船に乗り込みたいっていう人が現れたらどうするんですか、それ。あ、メンバーとしてですか。メンバーとして、まあ、俺決めます。まあ、最初は自腹でやってくださいね。そん時はそん時で。見習いから、見習いから。なるほどね。でっちでっち。1年間は給料出ませんよみたいな感じのやつからね。でもラム酒は出ますみたいな。あ、そうそうそう。また酒の話で終わるっていう。中村和義、ライブツアー2016、ロック出なしロックンロール2016、海賊大祝祭。祝祭。これツアーは4月の15日、埼玉からスタートするんですが、埼玉もあるんですが、赤坂ブリッツが5月31日、そう、火曜日。全国9カ所ですね。おー、はい、回りますね。大海賊で回るのも大変ですよね。だからちょっとね、小海賊も作ろうかなと、ちょっと今回は。ちょっとウルフ抜きバージョンみたいな。全員立てない会場とかもあるから。そうそうそう。広さによってね。あ、じゃあそんな近い。近いとこでもやるって、でもちろんヨウちゃんも活躍してくれますしね。ああ、なるほど、はい、もうあれですか、缶ビールとか投げたりしないです、そういうことやんないですか。しないっすよ。ですか、 PA に缶ビール投げたりとか。あかんねえな、海賊だからな。危ないですよね。いつ出るかな。まあそこはあとはマネージャーの腕だね、はい、その缶をどうするか。危ないですからね、もうね、破壊したりします。チケットは3月26日一般発売となっております。はい、で海賊版、アナログ版&ハイレゾ配信。おぉ、このな、これすごいですね。振り切れたアナログ版とハイレゾ。そうなんですよ。へぇ、やっぱ海賊版、版って言えば、アナログ、うん、っていうことで、まあ、そうですね。はい、
なんてこと話してたら、うん、本当にじゃあ出そうかみたいな話になってくるじゃん。暑い暑いんですよ。俺は欲しいですよね。でもね、あのジャケのワンちゃん2つは、うん、そうだよね、うん、欲しい。今あの増えてるみたいですね、売り上げもね、あのアナログのね。そうなんですよ、ね、ハイレゾも来て5月の11日同時リリースと、はい、いうことでございます、というわけで中村和義さんで検索をお願いします、はい、あっという間のお時間でございましたけれども、うん、それでは最後にですね、野毛に行く前にですね、はい、皆さんに一言メッセージをお願いします、はい、まあ神奈川といえば海ですよね、はい、海といえば海賊ですよね、うん、海賊だったらやっぱ海賊版聞いといた方が俺はいいと思うんですよね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ陽平さんも一言。いやいや、これ聞いた方がいいよ、うん、あ、なるほど、はい、あのね、すごくいいアルバムだし、うん、やっぱ中村和義の、俺はどの作品も好きですけど、うん、こうやっぱいろんなもんがこう、まあを経てきて、まあこれが今の彼なんだろうな、前を向いてる彼なんだろうなっていうのはすごくよくわかる。まあ一緒に作っててもそうだし、うん、まあ本当にその、まあ金字塔から始まり、今この海賊版、うん、ちょっと長いな、長いな、うん、長くすりゃいいじゃねえか。じゃあ最後に。そういうことじゃないっていうね。とにかく聞いてくれ。そうだね、そうそうそう、はい、じゃあ最後にもう一曲紹介お願いします、はい、岡本洋平くんが、アコースティックギターを弾いてくれて、まあ、フレーズまで考えてくれた、曲を聴いてもらいたいと思います。中村和義でゴンの子守歌。というわけで今日のゲストは中村和義さん&洋平岡本、ありがとうございました。ありがとうございました。